Great. Well, good. 皆さん、こんにちは。お呼びいただきましてありがとうございます。来られて嬉しく思います。私の夢と希望を語りたいと思います。それから私の愛するデータもたくさん紹介したいと思います。新しい都市を1分子ずつ構築していくという話をしたいと思います。で、まず最初にやったことを紹介して何を発見したかをご紹介したいと思います。8つの部分で構成されています。まずは革命について。さて、ムーアの法則によって18ヶ月あるいは24ヶ月ごとにコンピューターの能力が倍増してきました。しかし2000年にムーアの法則よりも早いこの動きが出てきました。 DNA の配列決定は5ヶ月ごとにコストが半減していきました。でこれは人類の歴史の中で最も大きなイノベーションです。でゲノム学者としてはもう毎日お菓子がもらえるようなものです。どんどん安く DNA の配列決定ができるからです。これは大変な興奮をもたらしています。こういった DNA、ACGT 簡単に安く短時間で配列決定できます。そうすると人のゲノム全体を1人当たり1000ドルぐらいで決定することができるんです。だいたいそのどういう病気に感受性があるか、先祖にどういった病気があったのか、どういったがんにかかりやすいのか、そういったことを1000ドルで分かるようになったわけです。でこれ人ゲノムの話ですが、人だけでなく他のいろいろな生物のゲノムもあります。微生物のゲノム、まあ、これについてはすでに説明がありました。さて皆さんの体の中においてはですね、実は皆さんは少数派なんです。バクテリアの細胞の数の方が多い。それからさまざまな活性のある細胞があるわけです。ですので体の中で民主的な選挙をしたとしたらば、皆さんは勝つことができないと、バクテリアに負けてしまうということです。人の細胞は大きくて、その周りにもっと小さなバクテリアの数があります。数は小さいので体重に占める比率は数パーセントですけれども、しかし数としては、細胞の数としては皆さんの体の中で多数派を占めているわけです。で、人微生物層プロジェクトというのが始まっています。体の中のいろんなところにどういったそのバクテリアが住んでいるのかということを研究しています。このスライド1枚だけで1時間ぐらい話せますが、体中いろいろなところでさまざまなバクテリアが住み着いているということを示しています。これも大変に面白い話です。ということで、この微生物層マイクロバイオームに関していろいろとこの希望が出てきました。ということは、暇になった時にはどうなるのか、食べ物を食べた後微生物どうなるのか、あるいはこの腸炎になった場合どうなるのか、いろいろなその病気にかかった時微生物層と関係があるということが分かってきたんです。ということは、微生物層を見ることによってそういった疾患もより深く理解できるようになるのではないかという、そういう期待があるわけです。それから皆さんの体の中にあるバクテリアは病気にとって重要なだけでなく、健康にとっても重要なんです。体内のバクテリアが抗生物質を皆さんの代わりに作っているということもあります。こちら乳酸菌の一種ですけれども、皆さんが何もしなくてもバクテリアの方がですね、皆さんの体内に暮らし続けたいと思って抗生物質を出してくれているわけです。ですから体を守ってくれているわけです。で、日本のこの最近のノーベル賞受賞者がこう言っています。新しい薬を作ったわけですが、微生物に助けられました、私がもらっていいのでしょうかと、このような発言をされています。というのも、微生物が我々の代わりにいい仕事をしてくれているわけです。日本の最近のノーベル賞受賞を改めておめでとうございます。さて、この微生物というのはどこから来るのでしょうか。生まれる前から、母からですね、母は愛だけでなく微生物もたくさん与えてくれるんです。この母から子へと微生物が伝達されます。生まれる前、そして出産の時に微生物がこの体の中に入ります。その世界に触れる前に、まずは母の微生物に触れるわけです。でそういった微生物層ということで、その期待希望も出るわけですが、しかし恐怖もこの微生物層から生まれるわけです。地下鉄のこの手すりをされたくないという人は多いわけですが、このナプキンの方が汚いのではないかというふうに思います。手袋をする人もいます。本当にこの微生物が映るのではないかと、
ということを恐れているんです。ですからこういったものを着て外で歩きたいという人もいます。ただこのプロジェクトをやるきっかけとなったのは自分の娘です。地下鉄に乗るとき、地下鉄のこういった手すりとかに実際どういう菌があるんだろうかということを考えたんです。でケビンさんのその大気の中の研究はありましたけれども、この表面に何があるのかということは分からなかったので研究を始めました。でこういったこの綿棒を使って、そしてニューヨーク市の地下鉄のあらゆるところで DNA を収集しました。そしてこれはメトロポロームと呼んでもいいでしょう。地下鉄の手すりにどういう微生物があるかということを示しました。でメタゲノムというのは、全てのその生物 DNA を集めたものです。動物、植物、バクテリア、あらゆる生物のゲノムを集めたものがメタゲノミ、ゲノミクスです。でアプリを構築しました。データを収集して入力して写真を撮ってデータベースに登録しました。こちらは動画となっていますが、さまざまなデータを数ヶ月かけて、そして2014年の春まで収集したところを示しています。地下鉄に乗ってデータをニューヨーク市全体で収集してきました。これはリアルタイムの動画となっています。データベースがこういった形で成長しているということをリアルタイムで示しています。データを収集した後、これを今年の前半に発表しました。セルシステム、それからウォールストリートジャーナルにも載りました。でこれは地下鉄で1500件のサンプルを取りました。で地下鉄には550万人が毎日乗ります。総延長656マイル、駅の数は468です。そこからデータを集めてきました。何が分かったか、このアプリを使ってデータを入れてきました。で100億ぐらいの DNA の断片を集めました。ビッグデータということ で標準的な分析を行いました。ケビンさんがおっしゃった通りです。で DNA を集めて、そしてこの分析をしました。どれくらいが知られているかということを見たら、DNA 断片の半分は知られていない微生物でした。というのも、3万ぐらいのゲノムしかまだ配列決定していないと。そして何億もの種があるということで、これは驚くべきことではないんですが、これは毎日触るものだけれども、どういう種なのかということが全く分かっていないということなんです。ほとんどはバクテリアです。で、他の DNA に関してはまた後で説明します。で、こういった地図を構築しました。で、このズームインアウトして、どういった種が地下鉄のどこに存在しているのかということが示されています。それから、これ大変面白く報道されました。であるバクテリア、イタリアンチーズにある菌が地下鉄で見つかったというので、地下鉄はこの微生物ピッツァでカバーされているという報道のされ方もしました。あまり真実ではないんですけれども、そういった見出しがつきました。それから一部のバクテリア、キムチサワークラウトから来る菌というのもあって、でそれがここに表示されています。それから非常にメリットのあるバクテリア、こちらの種はですね、環境から毒素を吸収してくれているものですが、これもこのように分布しています。毎日地下鉄に乗るときにこの菌に感謝すべきでしょう。600以上の種のバクテリアが地下鉄に存在している。ほとんどが無害である。で、ロブスターエビでなければこれは致死性はないというようなもので、ほとんどのものが無害であるということが分かりました。でバクテリア、大体皮膚にあるものと大体同じだということが分かりました。皮膚が地下鉄の表面に触れるので、皮膚のバクテリアが多く見られました。でこういったマップ、こういった地図、全ての種に関して構築していきました。で分子エコーが出てきたというふうに私は言っています。それぞれの種に関してマップを作っています。で右側、ある種のバクテリアを示していますが、ある属ですね、ある一つの液に集中していました。この液、何が特別だったかというと、10種類のバクテリア、他の地下鉄の液で全く見つからなかったものが出たわけであります。で、これはですね、海洋生物、海洋環境に関連するバクテリアでした。実はハリケーンサンディの時に浸水したんです。海水が流入した液だったんです。でその時に流入したバクテリアがまだ残っていたということです。でこの属の中で、
南極で見つかったバクテリア、まあ、あるいは魚で見つかるようなバクテリアも見つかったということがありました。でこれについて少し調べると、このバクテリアは EPA を生成すると、でこのレベルが低いと自殺の比率が高まるということで、ある時記者に聞かれました。地下鉄の手すりを舐めたらどうなりますかと。で、まあ、いいバクテリアもたくさんあるので、おそらく問題ないでしょうと、 あまり推奨しませんが多分大丈夫でしょうと、いいバクテリアもいますのでと答えました。でメールを翌日チェックすると、こういうふうに書いてありました。専門家によると、地下鉄の手すりを舐めてもおそらく大丈夫だろうと、こんな見出しがついていました。そんなこと言いたかったわけではないんですが、まあ、そういうことで、この衛生仮説というのが必要であるわけです。まあ、つまりこの人はですね、一定のそのバクテリアの暴露が必要であるわけです。アレルギーの時にですね、アレルゲンを全て取り除くのはかえって間違いだと、少し低いレベルでアレルゲンに暴露した方がいいのだということが分かっています。つまり環境に対する暴露は必要だけれども、でも手すりは舐めない方がいいですよということになります。まあ、舐めたところで問題はないでしょう、多分と。では他にどんな DNA が残されていたのか、先ほど申し上げたようにいろいろな生物がありました。 IBM と協力をしていろいろな生物見つかりうるものを調べてみました。いろいろな生物がありました。虫、それから牛、人、あるいはラットの DNA ありました。植物の DNA、例えばこのキュウリですとか、あるいは豆ですとか。そうすると何を地下鉄の駅で食べしているのかということが分かるわけです。で人の DNA と、すなわち表面上に残されている人のエコーはあるかということを見てみました。例えばこの会場、椅子を全部スワブしたときにこのエコーが分かるということになります。仮説としては、これでやったもの、すなわちヨーロッパの地図をこの人のゲノムデータをベースに再現をするということでした。そして数百キロで予測すらできる、どこで生まれたのか、この遺伝子データだけでということです。このようなその家系を見ることができるようなマーカーということで、こういった遺伝子マーカーを見ると地下鉄の中からももっと面白いことが見られるのではないかということで、ハクバーグ、これは遺伝子のアーティストで、この人はタバコの吸い殻から DNA を取って、そして、目の色と、それから肌の色と髪の毛の色を予測するということをしました。でこれを再現したわけです。ちょっと怖い画像ですけれども、この顔を作った、この吸い殻を吸っていた、この吸い殻のタバコを吸っていたのは誰なのかということを再現した。ニューヨーク市のマップがそうするとこうなります。ご覧いただけますように、白人、アジア人、黒人、ヒスパニック系と、これは2010年の国勢調査の結果です。ニューヨークというのはいろんなところから出身の人がたくさんいるところなんですけれども、こうやりますと分子的に誰がこういったところに仕事に来るのかということが見えてくるわけです。でこれをいろいろなフラグメントに分けてみました。これはそのアルゴリズムを走らせてさらに細かく見たわけです。そして DNA と重なるかどうか、ブルックリンのある地区、この青いところ、ここは白人が多いところということになりますね。それから予測された家系はどうかということを見ますと、英国系、あるいはこのヨーロッパ、それからそのフィンランド系とタスカン系と、でここはチャイナタウン、ヒスパニック系も多いところ、そしてここはスペイン系、あるいはコロンビア系が多いと。でアジアのところは、これはチャイナタウンが近いので増えると。でマンハッタンの北部に行きますと、ここはどうか、ヒスパニック、そして黒人ということがよくされる。そして実際に見ると、このヨルバンとありますが、これはヨルバ族というのは、まあ、黒人になりますということで、驚くとともに非常にワクワクする結果ということになったわけです。つまりこの遺伝子データで予測されたものと国勢調査が重なったということ。まあ、下の方ちょっとノイズーですけれども、データの分布を見るとどの地区にいるのかということが分かるということになるわけです。
ということで、この分子エコー残ったものはこうであるということが分かるわけです。ただこうなるとプライバシーの問題も出てきます。どこの出身なのか、年齢なのか、あるいはバイオームのプロフィールが出てくる。そうすると、この DNA を残さずに犯罪をすることはもうできないということになります。誰が、年齢はどれくらいなのかが分かるということで、これは検疫もプラスになるということになります。さて次のステップは、よく聞かれるのが、メソン先生、地下鉄に乗っても大丈夫なんですかねという質問です。で、私はイエスとこれに対しては答えます。特にアイスクリームを持ってねというふうに申し上げます。つまり安心して乗ってください。ほとんどの微生物は健康に影響は及ぼしませんよと。そして影響を及ぼしそうな微生物は見つかりませんでしたから、だから大丈夫ですよということになります。でなぜ大丈夫かと言いますと、地下鉄掃除がきちんとされるかです。まあ、全ての駅が毎晩ということではありませんけれども、大きいところは毎晩掃除をします。一生懸命清掃員が、床をスクラブしていることが分かります。壁もそうです。でベンチもゴミ箱もこのようにきちんとこすり取って掃除をしています。ということは、今申し上げたこのグリーンさんの話で出てくると思いますけれども、こういった表面のエコシステム、これきれいにすると、地下鉄のシステムをきれいにするというのは森林火災と同じ影響だということになるわけです。つまり微生物を全てを燃やし尽くすと。で朝シャワーを浴びて、そしてまた行く、言ってみればエコシステムをそこに残していくけれども、この森林火災で全てが生まれ変わるのと同じように、エコシステムがこのように毎晩掃除をされることによって生まれ変わるということになります。これニューヨークシティだけではありません。これはどこの都市でも微生物層のリサイクルということが起きているわけです。ワシントン DC もそうです。こちらですね、基本的にモップを使ってこの地下鉄駅の掃除をしています。毎日掃除をしています。この人ただ地下鉄の会社の人かどうか分かりませんね、ベストを着てないので。ですがこういったパターン、きれいにする、サイクルする、これがこう繰り返されるのがどの都市でも起きています。でこれがどういう形になるのかわからないので、この都市のダイナミクスを微生物のレベルで見るというグローバルプロジェクトを始めました。年に17億人、地下鉄の利用者の数ということでは、ニューヨークはその数ですので、東京の方がはるかに大きいということになります。これをいろいろな都市でやりたいと。で、パソマップジャパンノードということで日本でも始まっています。で、メタサブというこれはプロジェクトなんですが、グローバルで、このさまざまな都市のダイナミクスを探ろうというものです。メタサブ、メタジェノミクス and メタデザインオブサブウェイズ and アーバンバイオマスというふうになっています。もう分子ごとで、きちんとやった。今35の都市、東京も含めてやっています。都市部だけではありません。今この都市が出ています。ウェブサイトでもご覧いただけます。今のところ選ばれて進行中のところです。緑のところはすでに収集を始めたところです。でもこういった地下鉄だけではなく、もっとやりたいと思っています。サンパウロでオリンピックがありますので、その前後で見たいと見ています。すなわち世界中から人が集まってくるサンパウロ大学の人たちがオリンピックの前、最中、後ということで調査をすることになっています。で4年後東京オリンピックの時も同じことをしたいと考えています。都市に世界中の人が大勢押し寄せた時にどうなるのか、その時のエコーがどうなるかということです。 DNA からそれから微生物から全てが持ってこられる、先ほどの貨物船にいろんなものが乗せられるのと同じことが起きるわけです。それを調べたいということです。でデータのこの統合化ということで20年後を見ています。今も電話で例えば
このアンバンアラートという警告文が、例えば子どもが誘拐されるとアメリカでは携帯電話などに出るようになっています。でそれと同じように例えば黄色ブドウ球菌が地下鉄の中で見つかったので手を洗ってくださいねというウォーニングが出るというものです。でこれを他のデータと統合することができるわけです。単に検知されたということだけではなくて今日は仕事でどこまで行くかということを見てで今度はウォッチを見て自分のウォッチを見てリサーチキットというのがアップルウォッチには載っていますけれどもこれは大学などが作っているものですけれども GPS データグローバルデータをアップの中に入れてそれが時計あるいはその他のデバイスで見られるようになっているというものです。で夢としてはこの腕時計を見るとどの経路で行けばいいのか安全かそして自分の免疫系と比べたときにあるいはそれと合わせたときにどのルートで行けばあなたにとっては安全かということが分かるということです。ということでいろいろな場所のシーケンシングをするそして収集をするということこれはもうできるわけです。あとはこのデータを統合化するということで決して技術の問題ではないということになります。最後にデザイナーメタジェノミクスとこれはグリーン先生の話によくつながると思います。メタジノームをどのように設計デザインするかということです。合成生物あるいはこの組み換えマイクロバイオームの中これは非常に大きな研究所の一つなんですけれどもジョーディ・チャーチのやっているところです。これは合成ゲノムから今日出てきていろんな話にこれつながるんですけれどもこの学生にこれを自分たちでどうやればいいのかということを教えているクラスということになります。それからモーブ構築環境とそれから微生物学というこれはまさにグリーン先生の話ですね。で一つデバイスの紹介を最後にしたいと思います。地下鉄これはエリザベスが映ってますけれどもこれは小さなこれシーケンサー配列が見れるものです。この USB ぐらいの本当にちっちゃなものなんです。ナノポアシーケンサーというものこれをこのスワブをしてそしてコンピューターに入れることができると。でもう集めたものをすぐに配列解析ができるということになります。でこれミノイオンが作っているものですけれども仕組みはこうです。 DNA がこの奥劇部ポアのところを通ると5ベーシスポイントずつ読むとでそうすると電流がこのポアの中で変わるということになります。でこの電流を読むことによってこのようなデータが出るということになります。この DNA が一つの空隙の間を通るときにこれが読み取れるということです。それでこれが配列ということになる本当に USB スティックぐらいの大きさでもう配列ができてしまう読めてしまうということになります。でこれ昨日発表されました。これをその無重力といいますか微重力の中でやったということが昨日発表されています。ということはこの微重力ということこれは国際宇宙ステーションでやったんですがもう逆さまになったりとかいうことができる。なぜこれが重要かと言いますとゲノム工学の最後のフロンティアはもう宇宙だということだからです。でもそのためのプロジェクトが進んでいます。宇宙ステーションの中でこういうことをやっています。宇宙ステーションでこういったものの生育をしているわけです。でこの宇宙空間を行っていてそして90分に1回宇宙の地球の周りを回っているとどうなるのか。でこれツインスタディと呼ばれています。 NASA とそれからその宇宙上と宇宙空間と地球上と全く同じことがツインでペアでやられているというものです。45日に1回血液を取ってそしてこれを凍結して地球に送り返すことになります。でこれは希望もやっているということでありがとうございますということで、これ希望の中でやってるんですね。これトイレになります。これで、この微生物層を宇宙ステーションでは集めているんですけれども。で、これ本当に統合型の研究になります。環境とそれから体ということです。で、宇宙ステーションの中のスコット・ケリー。1年間 ISS にいた人です。でこれでこの DNA にどういう影響を長期で及ぼすかということを見ているわけです。で DNA の配列の読み取りもしていますし RNA も見ているしそれからタンパク質も見ている DNA がいわゆるクロマチンとしてどのように集まっているのか抗体も見ているそれからこの
免疫系の細胞をも見ている、それから血液の中を通る小さなものも見ている、それから血流なども見ている。1年間宇宙ステーションの中にいて地球に戻った時にどういった変化が見られるかということを見ているわけです。これをまた宇宙とそれから地球ということで比較をしているわけです。このラボの皆さんに感謝したいと思います。おかげでここまで進むことができたわけです。それからスワブ、この綿棒で集めるということにご協力いただいた方にも感謝します。皆さんにも感謝します。ありがとうございました。Thank you, Christopher.